緊急サービこれアドラーとの出会いってのはどのような子育てですね。はい、子供の保育園の送り迎えを始めた頃に、はい。まあ子供って理想的に従順であるわけではないでしょう。え、まあ、そうですね,ね。例えば保育園に行く時間になっても動かないし朝起きるの遅いんで、そういう子供とどう関わっていけばいいか悩んでいたい時にアルフレッド・アドラーの心理学に出会ったんです。 あ先生これ、ちょっと大変面白いんですけど、プラトンは本当、哲学の源流、うん、哲学とは何かということの本質の方で、アドラーは、子育てという、本当、われわれもリスナーにとっても身近な問題の時に、先生にもちょっと、な問題としてそうで、ん、す、そうです。これ、でもアドラーとはどのような形で出会われたんですか それは友人の紹介なんですよね困ってるようだからこんな本があるけど読まないと教えてくれた友人がいてそれで読んだのがきっかけあなるほど改めましてこのアドラーという方はおそらくリスナーの方も名前は聞いたことあると思うんですけどいつぐらいの方でどういうことを1870年生まれのオーストリアの精神科医オーストリア精神科医というとなんかちょっとユンフロイトあのあたりフロイトですね特にそうですねフロイトと一緒に研究をしていましたそこにもユングもいたんですフロイトと同時。 もう少し下ですねちょっと下なんだけどじゃあその辺りの方なんでですねいに学説の違いを理由にだったりしていますこれ特にフロントなんですかあの学説とアドラーの学説が違っていたとですからもはやもう一緒にやっていけないということでまあたもと分かって出ていったっていう人ですねなるほどというまあこれでも本当に三大巨頭の一人というに言っていいんでしょうかいいですて このごですよここにもありますけども「嫌われる勇気」これがですね日本だけでこれ135万で三十五万部出回ってるわけですけど <laughs>、うんはい、この「嫌われる勇気」が本当に大ベストセラーになりまして、はい、これご自身としてはいかがですか100万部超えるってなかなか大変なことなんですがまあそれまでずっと研究してたのであまりこう注目されてなかったんで、はい、まあ正直すごく驚きですねここまで支持されると思ってなかったですね 先生それで正直あの人生かなり忙しくなってしまったと思うんですけどかす、ね、いかがですかそのアドラーがここまでブームになってしまってるわけですけど、うんうんまあ、たくさんの人に知られることは悪くないですよねはいこういう思想を知ってほしいと思ってもともと仕事で研究してたわけですから、はい、これだけの人に知られることがまずありがたいなと思ってますああそれだけ知られる価値があるとあると思います 私も配読して大変あのーうんうん、感銘を受けたんですけど、これ、もう読んでもらうのが一番いいんですが、すねはい、あまあ、ちょっとリスナーの方に、この嫌われる勇気を、ええええ、ここが一番ポイントなんだっていうのは、タイトルに即して言うと、ええ、嫌われなさいという意味ではなくて、はい、嫌われることを恐れるなという意味です。課題の分離という、大変印象的な人。人が自分をどう思うかは、相手の課題、はい、人の課題で、はい、自分にはどうすることもできない。 はい、だったら人が自分をどう思うかということについては思い煩うこれ先生ね、はい、多くの方は、ね、そこにまさに悩んでらっしゃると思うんですけどす、はい、これ先生ご自身は今おっしゃったことは、うん 何歳ぐらいで最初からそれできてらっしたんですか、うん、できてないからこういう <laughs> 考え方にずいぶ惹かれたわけでしょ、ね、なるほど。うんなんか息子に言われたことありますね。そんなに人から嫌われることが怖いのかえ,え、息子さんですか息子に言われましたね。いつぐらいですか息子大学生ぐらいだと思いますよね。ですから、息子は僕とは違って、人から嫌われることを恐れないんですよね。はい。はいはい、でも僕の様子を見てると、やっぱり人の気持ち、まあ、配慮してるという言葉方が聞こえいいんですけど、やっぱ人の顔、はい 伺うとまではいいいいいかかななくててもつい気にしているんではないかということを指摘してくれた、はい、これかなり若い方も読む必要がある方多いと思いますけどあ、はい、あの私もう一つやっぱり非常に大きなポイントだと思いましたのが例のプロイトの「トラウマ」という考え方ですね、はい、幼少期に例えば親との何かがあるんで、はい、今これができないとかあの考え方から先生あの 違うと、うん。あの、過去のことに今の問題の原因があるとしたら、はい、過去に戻れないでしょタイムマシンがないから。はい、そうすると決して今の問題を解決しないことになってしまう。はい、だから過去のことを今振り返っても仕方ないということです。 これ例えばじゃあ,あるトラウマがあるので、今私はこれができないと言ってる方は、考え方変える必要があると、うんうんうん。あると思いますね。もちろん過去に経験したことが今の自分に影響を与えなかったとは思わないんですけども、これから何ができるかということだけにいつも注目する。もう意識的にやっていくしかないですね。だから、河川に来られた人も過去の話されますけど、それはまあ置いといて <laughs>、聞かないんですね。これからどうしますかねっていうことを聞くしかないよね。 あこれあの先生ねあのもっと遡ってしまうと古代ギリシャに至るその目的論という考え方に行き当たるということなんでしょうか。その通りです,ですこれはどういう人は必ず善を望んでいるというのはプラトン以来の哲学の大きな流れがあるんですね、はい。だから誰も不幸になることを望んではいない。うん、ところは不幸になることを望んでないんだけどどうしたら不幸にならないかあるいは幸福になれるかという。 手段についての知識のレベルで間違う。うんうん、どうしたらという方法のところでつまずいてることが多いんです。なるほど。あ、目的については、ね、まあ、皆さん、そうです。分かってらっしゃる、ね、目指してる方向はみんな一緒です。自分が幸せになるということがもう全ての目的なんですけど。でも中にはちょっとひんでくれた人がいて、不幸であることの方がいいと思う人もいるし、不正を犯した方が、<laughs> 悪いことをした方が、自分にとって得だと思ってる人もいる。 なるほど。先生と、これ全然本能ないと関係あるんですけど、先生、あの、声が渋いですね。そうなんですか。そんなことはあんまり言われたことないですけど。何かやってらっしゃったんですかいや、何でもやってないです。渋いですよね、先生。え、ずっとこういうお声、うん、そ,うそうです、そうです。はい、いやー、もう、岸見先生がある意味では、アドラ心理学を日本でここまで広げたということで、うん、その岸見一郎先生が今、いらしていただいてるんですが、岸見先生のこの嫌われる勇気、そして、電子書籍にもなってるんですが、 生きる勇気とは何か。人生に悩んだらアドラーを読もう。さらにはこの、老いた親を愛せますか。それでも介護はやってくるという。はい、これ、いろんな形でね、今、アドラー心理学から学ぶ、はい。うんうん これどうしてこの時代に今必要とされてるんだと思われますか、うん、人に合わせすぎてきたんではないか、はあ、ということですね。はい、だから例えば空気を生まないといけないということを言われ、はい、自分が言いたいこと、したいことを言わず、しないで生きてきた人があまりにもえい。はい 特に若い人は大人から言われたことに、はいはいと言ってたら、もうとんでもないことになるという危機感を持ってるんではないかというふうに思うんですね。ですから、そんな当たり前のことかもしれないんですが、改めて文字として、自分の人生を生きていいんだよって言われた時に、随分そこで勇気をもらう人が多いように思います。なるほど。先生は、あの、いろんな方のカウンセリング、ご相談を受けてると思うんですが、えー、どういう どういう形でいらっしゃる方多いですか先生のところに来るときにですね。うん、どういうタイプの悩みが、ね、うん。仕事に就いたけれども、はい、なんか続かなくなったとか、ええ、別の仕事をしたいという方もおられるし、恋愛相談は結構多いですね。これ学校で講義してるときの相談で一番多いのは恋愛相談。そうですか。マドラー自身も一番多かったのが恋愛相談だと。まあ、だから広い意味で対人関係の悩みを訴える人が多いですよね。はあ。これあの ちょっと前半でも、お話を伺ったんですが、ええ、その。相手が自分のことを好きになってくれるかどうか、どう思うかという。その辺りのことですか、そうですか、うんはあ。そういうのは無理なんだと。ね、あなたが相手のことを好きであるのは、あなたが決められる。でも、相手がその、ええ、あなたの気持ちに応えてくれるかどうか、わからない。というところから、話は始まります。先生、それであの、納得されます。納得してもらいます。<laughs> あしてもらえる。アドラー心理学の非常に大きな。 大切な概念がこの劣等感だと思うんですがこのあたりちょっと皆さんにお伝えあの劣等感自体に問題があるわけではなくて、はい、今の状態よりもより優れた状態になりたいと思うために、うん、劣等感っていうのはすごく大事なことだと思うんですよ、ね、なるほど。僕は病気になったんですけども、はい、やっぱり少しでも良くなりたい健康を完全に取り戻せなくてもリハビリをして少しでも良くなりたいと思うね、だから今健康でないというのはこ劣等感なんですけどその劣等感をバネにより健康になりたいより今よりも。 優れた状態になりたいと思うのは非常に健全なんですただし他の人との競争関係が問題になるとたちまち不健全になるというふうには考えていますなるほどあの他人との比較ではなく、うん、自分が向上したりそうです改善するための出発点としては劣等感がいいとう、うん、だから自分は英語を話せないという人がいれば勉強すればいいんです <laughs> でもその勉強は別に他者との競争とは関係ないです なるほど。非常にじゃあ実践的な哲学でもあるとあ。そうですね。いうことなんですね。すねアドラシ心理学を学んで、まあ本を読むとね、その日のうちから何をしたらいいかということは見えてきますからね。<laughs> まあ、なるほどそうそう。というか見えすぎるかもしれないですね。逃げる余地がない。だから理論的に面白いっていうようなことではなくては、はい、こういうふうに考えて、こんなふうに実践すればいいということが非常によく見えてる。で、まあその辺りは多分人気の秘密だと思いますけどね。もう読んだその日から実践することは できる、できるで、はい、あのあと私はあのこの嫌われる勇気を読んでいて、ええ、大変あの興味深かったのがその踊れと今ここ刹那を大事にしろという、ええええ、このあたりはですね、うん、大変面白かったんですがです、はい、先生から見るといかがですかこのあたりの？うん、だ過去のことを思って人間は後悔するんです。ええ、あの時こうしたらよかったなと思うんでしょう。で未来を思って不安になる、ね。でも過去はもう過ぎ去って。 しまって今どうすることもできない未来まだ来てないんだったら今日この日を楽しもうではないかで今日という日を今日という日のためだけに使っていける今日という日を今日という日のためだけに使ってい,いけてる、うん、で,うでそういうふうに丁寧に毎週生きていけばまた次の日が来るかもしれないし来ないかもしれないでももし次の日が来たらまた今日という日を丁寧に生きていこうという決心を日々更新して生きていくというのが 今こここに生きるとということです、ね、う今のお話をってますとちょっとなんか実存主義的な感じもしますしあと僕なんかですあの読んだな範囲だとニーチェの哲学にもちょっとつながってるような感じしますしあのアドラーってそういう意味で言うと非常になんか思想史的な広がりもなんで,す、ね、ですからたぶん自己啓発の本などとは随分読まれた時の印象が違うと思う。 なんですが、はい、ひょっとしたらこの、はい、嫌われ結域のこの本を手に捉える方は、ちょっと自己啓発的な期待感もあって読まれる方が多いと思うんですけどもいかがですかこの実際。 百三十万部、えー、今なってしまったわけですけども、はいはい、著者としての手応えとしてが、はい、どういう感想を、うん？いや僕多分十万部ぐらい超えてからやっぱ影響力が及び始めたなっていう思ってるんですよこれまでと違う考え方に触れてくださってる人が増えてくることで、はい、やがてアトラ自身が自分が医者になったのは私福を肥やすためではなくてこの世界を変革したいと思ってのことだって言ってるんですけどなんかそういうことを言ってもいいなって思い理解 なすごく強い手応えを感じ始めてますこの世の中をいい方向に変えていくという先生はあの堀田高文さんだとか安藤美冬さんのようなその若者の間で非常に人気のある方々とも対談されてるじゃないですか若い読者ってやっぱり多いんじゃないですか多いですかなり多いです先生のところにもいらっしゃるんじゃないですかそういう方ね多いですどういうふうに対応されていらっしゃるというかさっきもちょっと言いかけたんですけど自分の人生生きればいいので もっと言えば自分の人生には自分で責任を取るしかないんだなるほどという非常に厳しいこと言いますまあ決して耳障りのいいことをおっしゃるというよりは、うん、もう自分で責任を取っていきなさい、うん、そうですだから耳障りよくないので、うん、まあ話をした直後はね何かいい話だったと思う人も、うん、その日帰ってから何かムカムカ腹が立って <laughs> <laughs> もう二度と行くかみたいなね反発する人も中にはありますね <laughs> そうですか、うん <laughs> 皆さん、ちょっとこの嫌われる勇気は、尊そこらの自己啓発本、そう、ちょっと、まあそういうご利益もありますけど、非常に本格的な本なんで、ぜひこれ、ダイヤモンド社、1500円。まだまだこれ、売れそう。です、売れます。<laughs> 売れますとちっ,ゃっ <laughs> ということで、あの、今日はですね、この、 今のアトラーブームの引き付け役というかですね。そしてその背後には、プラトンなどの西洋古典哲学の本格的な学問があるという、本当に本当に深い先生です。アトラー心理学の第一人者、哲学者の岸道郎先生をお迎えしました。岸道先生には来週もまたお話を伺います。よろしくお願いします。女性ですよ、ここにもありますけども、嫌われる勇気。 これがですね、日本だけでこれで、1 0百三3 5万部出回ってるわけですけど、<laughs> うんはい、この、嫌われる勇気が本当に大ベストセラーになりまして、はい、これ、ご自身としてはいかがですか ?100 万部超えるってなかなか大変なことなんですが。まあ、それまでずっと研究してたので、あまりこう、注目されてなかったんで、はい、まあ、正直、すごく驚きですね。ここまで支持されるとは思ってなかったですね。 先生それで正直あの人生かなり忙しくなってしまったと思うんですけどかす、ね、いかがですかそのアドラーがここまでブームになってしまってるわけですけど、うんうんまあ、たくさんの人に知られることは悪くないですよねはいこういう思想を知ってほしいと思ってもともと仕事で研究してたわけですから、はい、これだけの人に知られることがまずありがたいなと思ってますああそれだけ知られる価値があるとあると思います 私も配読して大変あのーうんうん、感銘を受けたんですけどこれもう読んでもらうのが一番いいんですがまあちょっとリスナーの方にこの嫌われる勇気を、ええ、ここが一番ポイントなんだっていうのはとかありますかタイトルに即して言うと、ええ、嫌われなさいという意味ではなくて、はい、嫌われることを恐れるなという意味です課題の分離という大変印象的な人,人が自分をどう思うかは相手の課題、はい、人の課題で、はい、自分にはどうすることもできない はい、だったら人が自分をどう思うかということについては思い煩うことはないっていう話ですこれ先生ね、はい、多くの方はそこにまさに悩んでらっしゃると思うんですけどす、はい、これ先生ご自身は今おっしゃったことは何歳くらいで最初からそれできてらっしゃるんですかうできてない緊急れてこれアドラーとの出会いってのはどのような 子育てですね、はい、子供の保育園の送り迎えを始めた頃に、はい、まあ子供って理想的に従順であるわけではないでしょう。ね、まあそうですね,ね。例えば保育園に行く時間になっても動かないし朝起きるの遅いんで、えー、そういう子供とどう関わっていけばいいか悩んでいたい時にアルフレダ・アドラーの心理学に出会ったんです。 あ先生これちょっと大変面白いんですけど、うんええ、まあ、プラトンは、本当哲学の源流、うん、哲学とは何かということの本質の方で、で、アドラーは、その子育てという、本当我々も、リスナーにとっても身近な問題の時に、先生にもちょっと切実な問題として。そうで、ん、す、そうです。これ、でもアドラーとはどのような形で出会われたんですかそれは友人の紹介なんですよね。はい、困ってるようだから、こんな本あるけど読まないと教えてくれた友人がいて、はい、それで読んだのがきっかけ。 あの改めまして、このアドラーという方は、おそらくリスナーの方も、名前は聞いたことあると思うんですけど、いつぐらいの方で、どういうことを1870年生まれのオーストリアの精神科医。オーストリア、精神科医というと、なんかちょっと、ユング、フロイト、あの辺り、フロイトですね、特に。そうですね、フロイトと一緒に研究をしていましたそこにもユングもいたんですフロイトと同時代、もう少し下でしねちょっと下なんだけど、じゃそのあたりの方なんで、すねです、後に学説の違いを理由に、だったりしています。 これ特にフロントなんですかねあの、うん、学説とアドラーの学説が違っていたと。うんはい、ですからもはやもう一緒にやっていけないということで、ね、<laughs> まあ、たもと分かって出ていったっていう人ですね。なるほど。という、まあ、これでも本当に三大巨頭の一人というふうに言っていいんでしょうかい、はいです、ね、その方の、はい、まあ、ご研究を始めて、えー、そして、えー このご代からこういう考え方にずいぶ引かれたわけですよ。なる <laughs>、ね、ほど、うん。なんか息子に言われたことありますね。そんなに人から嫌われることが怖いのか。息子さん子に言われましたね。いつぐらいですか。息子の大学生ぐらいだと思いますよね。ですから息子は僕とは違って人から嫌われることを恐れないんですよね。でも僕の様子を見てるとやっぱり人の気持ちまあ配慮してるといえば聞こえいいんですけど、やっぱ人の顔色を伺うとまではいかなくてもずいぶ はい、気にしているんではないいかということを指摘してくれたこれかなり若い方も読む必要がある方多いと思いますけどあの私もう一つやっぱり非常に大きなポイントだと思いましたのが例のフロイトの「トラウマ」という考え方ですね幼少期に例えば親との何かがあるんで今これができないとかあの考え方が先生あの 違うと、うん。あの、過去のことに今の問題の原因があるとしたら、はい、過去に戻れないでしょタイムマシンがないから。はい、そうすると決して今の問題を解決しないことになってしまう。はい、だから過去のことを今振り返っても仕方ないということです。 これ、例えばあ,あるトラウマがあるので、うん、今私はこれができないと言ってる方は、うん、考え方変える必要があると。あると思いますね。もちろん、過去に経験したことが、今の自分に影響を与えなかったとは思わないんですけども、はいはい、これから何ができるかということだけにいつも注目する。もう意識的にやっていくしかないですね。だから、河川に来られた人も、過去の話されますけど、それは、まあ、置いといて <laughs>、聞かないんですね。これからどうしますかねっていうことを聞くしかないよね。 あこれあの先生ねあのもっと遡ってしまうと古代ギリシャに至るその目的論という考え方に。言われ自分が言いたいことしたいことを言わずしないで生きてきた人があまりにもね。はい、特に若い人は大人から言われたことに「はいはい」と言ってたらもうとんでもないことになるという危機感を持ってるんではないかというふうに思うんですね。ですからそんな当たり前のことかもしれないんですが改めて文字として「自分の人生を生きていいんだよ」って言われた時に。 すぐそこで勇気をもらう人が多いように思います。なるほど。先生は、あの、いろんな方のカウンセリング、ご相談を受けてると思うんですが、えー、どういう形でいらっしゃる方多いですか先生のところに来るときにですね。うん、どういうタイプの悩みが。うん。仕事に就いたけれども、はい、なんか続かなくなったとか、えー、別の仕事をしたいという方もおられるし、恋愛相談は結構多いですね。これ学校で講義してる時の相談で一番多いのは恋愛相談。 そうですか。ハドラー自身も一番多かったのが恋愛相談だって、ええ、<laughs> まあ、だから広い意味で対人関係の悩みを訴える人が多いですよね。はあ、これはあの、ちょっと前半でもお話伺ったんですが、ええ、その、相手が自分のことを好きになってくれるかどうか、どう思うかという、その、そのあたりのことですかそうです,そうです。うん はあ、でそういうのは無理なんだと、ね。<laughs> あなたが相手のこと好きであるのはあなたが決められる。でも相手がその、ええ、あなたの気持ちに応えてくれるかどうか分からない。というようなところから話は始まります。先生、それであの、納得されます納得してもらいます。<laughs> あ、してもらえるはい。ああ。先あの、うん、アドラー心理学の非常に大きな 大切な概念がこの劣等感だとと思うんんですがこの辺りちょっと皆さんにお伝え劣等感自体に問題があるわけではなくて今の状態よりもより、はい、行き当たるということなんでしょうかその通りですね。これはどういう、うん、人は必ず善を望んでいるというのはい、プラトン以来の哲学の大きな流れがあるんですね。はい、だから誰も不幸になることを望んではいない、うんうん。ところが不幸になることを望んでないんだけどどうしたら不幸にならないかあるいは幸福になれるかという。 手段についての知識のレベルで間違う,うん、うんね。どうしたらという方法のところでつまずいてることが多いですね。なるほど。あ、目的については、ね、まあ、皆さん、そうです分かってらっしゃる、ね、目指してる方向はみんな一緒です。うんうん、自分が幸せになるということがもう全ての目的なんですけど。はい、でも中にはちょっとひんでくれた人がいて、不幸であることの方がいいと思う人もいるし、<laughs> 不正を犯した方が、悪いことをした方が、自分にとって得だと思ってる人もいる。 なるほど先生とこれ全然本能ないと関係あるんですけど先生あの声が渋いですねえそうなんですかそんなことはあんまり言われたことないです何かやってらっしゃいや何でもやってないです渋いですよねす先生えずっとこういうお声、うん、そうですそうです<ー>、はい、いやもう岸見先生がある意味ではアドラ心理学を日本でここまで広げたということで、うん、その岸見一郎先生が今いらしていただいてるんですが岸見先生のこの嫌われる勇気そして電子書籍にもなってるんですが 生きる勇気とは何か人生に悩んだらアドラーを読もうさらにはこの老いた親を愛せますか、はい、それでも介護はやってくるというこれいろんな形でね今、はいうん、アドラー心理学から学ぶ、うん、これどうしてこの時代に今必要とされてるんだと思われますか、うん、人に合わせすぎてきたんではないか、はあ、ということですねだ、はい、から例えば空気を読まないといけないということ緊急サれてでこれアドラーとの出会いっていうのはどのような 子育てですね、はい、子供の保育園の送り迎えを始めた頃に、はい、まに、子供って理想的に従順であるわけではないでしょう。例えば保育園に行く時間になっても動かないし、朝起きるの遅いんで、えー、そういう子供とどう関わっていけばいいか悩んでいたときに、アルフレッド・アドラーの心理学に出会ったんですあ先生、これちょっと大変面白いんですけど、えーまあ、プラトンは本当、哲学の源流、えー、哲学とは何かということの本質の方で、アドラーは三大巨頭の一人というふうに、ね。 言っていいんでしょうかその方の、まあ、ご研究を始めて、はい、そして、はい、このご調査ですよここにもありますけども「嫌われる勇気」これがですね日本だけでこれ万で135万部で回ってるわけですけど、はい、この「嫌われる勇気」が本当に大ベストセラーになりまして、はい、これご自身としてはいかがですか100万部超えるってなかなか大変なことなんですが。 まあそれまでずっと研究してたのであまりこう注目されてなかったのオストリア精神界というとなんかちょっとユングフロイトあのあたりまあフロイトですね特にそうですねフロイトと一緒に研究をしていましたそこにもユングもいたんですフロイトと同時代もう少し下ですねちょっと下なんだけどじゃそのあたりの方なんですですね別に学説の違いを理由にだったりしていますこれ特にフロイトなんですかあの学説とアドラーの学説が違う たとはい、ですから、もはやもう一緒にやっていけないということで、ね、<laughs> まあ、たもと分かって出ていったっていう人ですね。なるほど。と、はい、いう、まあ、これでも本当に。<で>はい、まあ、正直、すごく驚きですね。ここまで支持されるとは思ってなかったですね。 先生、それで正直、あの、人生かなり忙しくなってしまったと思うんですけど。かね、いかがですかその、アドラーがここまでブームになってしまってるわけですけど、うんうんまあ。たくさんの人に知られることは悪くないですよね。はい。こういう思想を知ってほしいと思って、はい、もともと仕事で研究してたわけですから、はい、これだけの人に知られることが、まずありがたいなと思ってます。ああ。それだけ知られる価値があるとあると思います。 あその子育てっていう本当、われわれ、もうリスナーにとっても身近な問題の時に、先生にもちょっと、切な問題として、はい、そ,うそうです、そうです。これ、でも、アドラーとはどのような形で出会われたんですかそれは友人の紹介なんですよね。はい、困ってるようだから、こんな本があるけど読まないと教えてくれた友人がいて。はい それで読んだのがきっかけ。あ、なるほど。あの、改めまして、あの、えー、このアドラーという方は、おそらくリスナーの方も、えー、名前は聞いたことあると思うんですけど、いつ、ね、ぐらいの方でどういうことを1870年生まれの、オーストリアの精神科医。はい